君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。義歌大生は研究に明け暮れるイメージがありますが、実はいろいろ楽しんでいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は年2回出ます義歌大広報誌天白の編集に携わる義歌大生4人を迎えます。広報天白っていうのがあるんですね。はい、年2回作成発行している広報誌天白というものがありまして、はい、その155号が3月1日にオンライン版で発行されました。これどなたも読んでいただける。はい、広く一般向けに皆さんに読んでいただいているものです。ラジオをお聞きの皆さんも読んでいただけますんでね、ぜひご覧になっていただきたいですけれども、どっかに行くともらえるんですか。あ、オンラインで見ていただくことができますので、ぜひ、うん、ウェブで確認をしていただけたらと思います。じゃあ今ラジオをお聞きの皆さん、お手持ちのスマートフォンでも見ていただけるわけですね。はい、義歌大のホームページとか行けば。はい、そうですね、義歌大のホームページから見てみていただきたいと思います。広報誌天白です。はい、具体的にはどんなノリですか。論文とかだと僕らビビっちゃうんですけど。あ、そういう感じではなくてですね、うん、学内の様子がより具体的に見ていただけるようなものになってまして、うん、理事や副学長のお話も載っていますし、はい、学生の皆さんのがどういう感じでキャンパスで過ごしているかとか、うん、どんな研究をしているのかとか、どんな生活をしているのかとか、そういうことがを読んでいただけるようになってます。どういう人たちが作ってるんですか、これは。本学の学生さんの中で広報サポーターという人たちがいて、彼らに作ってもらっているんですけれども。学生の広報サポーターの皆さんというのは今何人ぐらいいらっしゃるんですか。27人です。27人。はい、学部生とか院生とか関係なく。関係なく、はい、やりたいと思って集まってくれた皆さんが、うん、自主的にいろいろ案を出したりしながら作っていただいてます。うん、あ、もう自主的に私やりますって手を挙げてくれた学生さんたちなんですね。そうですね、はい。系ごとに生贄的に、ね、あ、そう1系から2人、2系から2人とかではなく、はい、広報活動してみたいっていうやる気のある学生さんたちが集まってきてもらってます。でも義歌大生っていろいろ忙しいって聞きますけれども、はい、なかなかの猛者たちですよね。そうですね。今日はですね、その広報サポーター27人の中から4人セレクトしていただいて、社交辞先生のお気に入り。そういうこと。たまたまだと思うんですが、全員男子なんですけれど、はい、女子もいる。そうですね、はい、女子もいます。うん、まあ、今日は社交辞先生お気に入りということで全員男子だったわけです。いやいやいやちょっと順番にですね、お名前ぐらいを。はい、情報知能工学専攻修士2年の島田光太と申します。はい、電気電子情報工学課程学部4年の唐沢光太郎です。はい、同じく電気電子情報工学課程の坪田半蔵です。はい、機械工学課程学部1年佐藤哲弘です。はい、この4人お迎えしてるんですけれども、佐藤さんは広報サポーター歴も長いんですか。いや、僕学部1年ってことで、この大学に入ってすぐ入ったんで、ちょうど半年よりちょっと過ぎたぐらいですかね。本当にまだ入ってすぐで。入ったきっかけっていうのは何でしょうね。学生が広報をやってるっていうこと自体は知ってたんです、前から。それ入学する前からってことですか。そうですね、宿舎って言って寮みたいな学生が住める場所があって、そこ調べるためにインターネットを探してたら YouTube が出てきて、うん、そういうのだったり学生がやってるんだっていうのは知ってて、でそれの募集があって、しかも
お給料が出るっていう。お給料出るんですか？出るんです。バイトもまだ決まってなくて、うん、じゃあすごいちょうどいいことじゃないかと思って入らせてもらって、うん、今回天白の編集にも携わらせてもらったって感じで。なるほど。お隣坪田さんは広報サポーター歴はもうどれぐらいなんですか？ちょっと記憶がないぐらい。長い。2年ぐらいですかね。2年で記憶なくなるんですね。はい、ちょっと結構いろいろやらせてもらって、はい、楽しくなって。思い出いっぱいなんですね。思い出も、はい、思い出も忘れるぐらい思い出いっぱいです。入ったきっかけっていうのは何か覚えてます？なんかもともと技科大ってあんまり知名度がないなっていうのはずっと思ってて、で入ってみたらすごいいい大学 でそれを自分は高校から来てるんですけど、で高校生とかにどうやったら伝えられるかなっていうのをちらっと思った時に、まあ、その募集を見て、あ、楽しそうだなと思って入ったのがきっかけです、うん、自分が入学する時には技科大の魅力がまだよく分かってなかった。もう全然分かってなかった、ね、技科大広報下手だぞと思って俺が広報してやると思って入ってきたということですね。はい、はい、その通りです。はい。そんな坪田さん、隣唐沢さんですけれども、唐沢さんはもう広報サポーターどれぐらいなんですか？はい、坪田さんと同時に入ったので私ももうだいぶ長いですね。あ、じゃあ唐沢さんは自らの意思で広報サポーターになったわけですよね？そうですね、もともとその広報部会の上原先生がまあちょっと知っていて、まあ、その関係でちょっとやってみないかって言われたんですけども。上原先生に騙された感じ。騙されてはないんですけど、まあ、その広報サポーターの仕事内容的に、まあ、自分が今までやってきたことを結構活かせそうな感じだったので。今までやってきたことっていうと？そうですね、カメラで、まあ、写真を撮ったりとか、まあ、デザイン系のソフトとかも触ってたので、それを活かせるならいいかなと思ったんですね。そうですね、はい。そして島田さん、広報サポーター歴はどれぐらいなんですか？はい、まあ、歴でいうと多分同じぐらいですかね、2年ぐらい、まあ、最年長になりますかね。長老。まあ、そうですね、年々仕事しなくなっていくタイプの。でも何かあったら島田に聞けみたいなことを言われてるような存在ですね、じゃあ。まあ、そうですね、まあ、あながち間違ってない感じがします。島田さんはあの、じゃあもう本当にまだ人数少ない時に。あ、そうですね、本当に初期の初期にだったような記憶があります。27人もいたなんてっていうのが正直な感想ですね。じゃあ何やるか分かんないけどっていうような状態ですよね。あ、そうですね、本当に最初はこれまでいわゆるその広報課が、持っていたその広報誌の編集であったりこれまでのものを引き継いで何かするみたいな形だったんですけれども、うん、なんか僕らの代からは結構いろいろ自由にやらせてもらえて、うん、例えばさっきちょろっと話にあった YouTube だったりとかいろいろしたんですけども、何したっけ。なんかいろいろしたんですね。まあ、まず YouTube 始めましたし、あ、そうですね、マップさ、唐沢くんが主導してマップの作成をしたりだとか、結構マップっていうのは、はい、技科大内のマップですか？いや、技科大周辺の例えば美味しいお店だったりとか、まあ、ここにはこれがあるぞとか、ここで買い物したらいいよとかっていうね、その学生向けとか技科大生向けのマップ日本語版英語版を作って配布したりだとか、かなりいろいろ学生発信で新しいチャレンジを、まあ、やってた2年間でしたね。このマップはいいですよね。そうですね、本当に何ていうんですか、なんかこう無機質なマップじゃなくて結構ポップなイラストであったりとか色使いで、あの本当にある意味技科大らしくないというか、あのすごいキャッチーな。街中だったらそういうのっていくつかあると思うんですけれど、はい、技科大センターで、そうですね、絶対あの自分たちで作らなきゃないじゃないですか。はい、本当にその通りだと思います。それをテクノロジーを使って作れたわけですね。まあ、そうですね、かなりたくさん努力があったみたいで、はい、努力の甲斐はありました？結構あの評判いいっていう話は聞きますし、あの新入生の配布資料にももう入れられてるぐらいすごい重宝されてるみたいで、僕も結構あの見かけることが多かったりしてすごい嬉しいです。まあ、お店の新陳代謝もあるでしょうからね。定期的に観光してほしいですね。そうですね、はい、はい、というようないろいろなことをやってきた広報誌天白なんですけれども、次号はいつ出る予定ですか？その
155号ですか。155号はもう出ておりまして、3月1日に。あ、もうこの間出たんですね。そうですね、3月1日に、はい、出たばかりのところで、ラジオを聞きの皆さんにもぜひ見ていただきたいので、はい、ぜひ、はい、学生広報サポーターの皆さんそれぞれにですね、ここを見てほしいっていうアピールポイントがあったら教えてほしいんですけれども。はい、まあ、僕のおすすめは義科大生の今というコーナーになります。義科大生の今、こちらはですね、まあ、義科大生が今どういうことに取り組んでいるとか、まあ、どういう分野に興味があるとかっていうものを特集した内容になっておりまして、うん、今後は義科大独自の科目である、まあ、プロジェクト研究に密着取材しまして、はい、まあ、彼らの成長だったりとか、どういうものを学んでいるかっていうことを取材しています。プロの記者みたいです。いやいやいや、何屋さんだったって感じの。そんなことはありがとうございます、恐縮です。当然ですけど、島田さんは普通の学生で、はい、そういう経験ないと思うんですけれど、はい、なんかこう心がけてることとかあるんですか。あ、そうですね、なるべくその多くの人に分かりやすく伝えられるようなものが書けたらいいなというふうには思っているんですけども、特に義科大っていうワードだけを聞くと、まあ、ちょっと難しいことをやっているんじゃないかとか、私には関係のない世界なんじゃないかっていうふうに、まあ、多くの方がもしかしたら思うかもしれないんですけども、案外そんなことはないよっていうことを、まあ、伝えられたらいいなと思って、そうですね、取材するときは、そういうふうに思って取り組んでます。じゃあもう義科大生向けというよりは、もうどんどん一般の皆さんに見ていただきたいようなアプローチになってる。まさしくそうでして、この広報誌天白というのも、学外の方向けのものとなっているので、もちろん義科大生にも見てほしいんですけれども、それに加えて、まあ、外部の人にもたくさんの人に読んでもらいたいなということで、編集、はい、作成しています。それを文章や写真で、はい、また実際にその、まあ、生の声というか、まあ、よりその学生の、まあ、内面だったりとか感情とかを表現できるように、たくさん感想とか載せて、なるべく多くの人に、まあ、あ、こういう感じなんだっていうふうに分かってもらえるような文章を作れるように、まあ、努力してます。うん、生々しい義科大生の今、ぜひご覧いただきたいと、島田さんのおすすめです。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、唐沢さんはどうですか、おすすめのページっていうと。そうですね、今後私がぜひ見ていただきたいのが、うん、まあ、特集ページの本学の若原理事と、現役の義科大生、まあ、広報サポーターの2人なんですけど、はい、その3人が座談会をしたという、そういった記事がありまして、うん、それをぜひ読んでいただきたいですね。若原理事副学長、まあ、理事になるとちょっと研究室とかそういう運営からは外れるので、うん、また普通の他の先生とは立場がまた変わってくるんですけども、うん、本学をそうですね、運営している立場のそういった方になります。はい、まあ、この若原先生も義科大出身ということで。あ、大先輩。そうなりますね、うん、なので結構今の義科大との違いだったりとか、うん、まあ、その若原先生の当時の経験とか、うん、まあ、そういう部分をまあ掘り下げたりして、結構まあ充実した座談会になりました。義科大そんなんだったんだみたいな。なんか飲み屋さんとか食事をする場所が今よりもいっぱいあったらしくて、うん、キャンパス内にですか。いや、キャンパス外に。キャンパス外に。でも本当行けるぐらいの距離にあったらしくて。意外ですね。なんか増えてきたのかなと思ったんですけど、昔の方があった。なんかあったらしくて、うん、で研究し終わってそのままみんなで飲みに行くみたいな。あ、ちょっとこれ言っていいのか分かんないですけど。いいんじゃないですか。みたいな。もう終わってね、はい、みたいな感じで、うん、なんかもっと研究室のみんながこう距離近かったみたいな話は聞きました。君ら見てるとちょっとよそよそしいぞと。そうなんですかね。でも僕は今しか知らないので、うん、まあ、でも当時はもっとなんか和気あいあいとしてたっていうのを聞きました。まあ、結構でもそれは研究室による部分もあって、うん、私はついこの間ちょっと研究室のメンバーたちと食事に行きましたね。うん、近い学生たちもいるよっていうことですね。そうですね、まあ、またそのコロナも少しずつ明けてきて、まあ、そういった交流も増えてきたらいいななんて思ってます。ああ、コロナもありましたもんね。そんなノリの座談会なんですね。まあ、いろいろ話からはそれてちょっと、うん、まあ、この天白に乗り切らなかった部分もあるんですけれども、うん、
まあ、ちょっとそういった和気あいあいとした雰囲気を、まあ、この写真とか文章から少しでも感じていただけたらなと思います。はい、唐沢さんその座談会に参加したんですか？まあ、参加というか、まあ、写真撮影と、うん、まあ、ちょっとガヤという感じで参加させていただきました。あのね、座談会の綺麗な写真が上がってるんですけれどもね、あの学生さんたちもラフな格好、先生もラフな格好で、あの義科大カラーの黒と赤の椅子に座って笑顔で写ってますんで、ぜひ皆さんもご覧になっていただきたいなと思います。坪田さんはおすすめのページっていうと、僕はこの座談会にインタビュアーとして参加しまして、おで、あの若原理事にいろいろ突っ込んだ話を聞いたっていう感じになります。若原理事は坪田さんにとっては身近な存在だったんですか？でもかなり遠い存在というか、うん、まあ、理事っていう時点で何やってるのみたいな正直こう感じだったんですけど、うん、話してみて、あ、結構フレンドリーなおじさんじゃないですけど、うん、なんかなんだって感じで、うん、すごい、でも、学校のこと考えていろいろ動いてくれてる人なんだなっていうのをすごい感じて、うん、まあ、義科大にもっと自分も貢献したいなみたいなことを考えるきっかけにはなりました。ちょっと大学に対する姿勢影響を受けちゃったなっていう感じなんですね。そうですね、なんか大学もこうただあるだけじゃなくて運営されてるものなので、そういう目線で見たことなかったなっていうのを思いました。うん、なるほど、収穫のあった座談会でしたね。じゃあ収穫ありましたね。はい、はい、そして佐藤さんはつい前回から始まった企画で、はい、義科大ポートレートっていうものがありまして、はい、それが今回ちょっと僕もやらせてもらったんで、できれば見てほしいかなって思ってまして。ポートレートっていうと写真ですか？そうですね、何でしょう、広報誌みたいなのって文章が主体なものだと思うんですけど、うん、今回オンラインでの天白の配布になったのもあって、うん、新しい写真で、できるだけ多くを語ろうっていうタイプの記事を前回から作ることになりまして、それの第2弾ってことで、今回 What's in my bag ってことで、 What's in my bag 5つ家庭があって、うん、それぞれの生徒を1人選んで、うん、その生徒のバッグの中身を見せてもらって、経緯によってバッグの中身が違うんじゃないかと、そういう感じですね。あ、面白そうですね。結構その専門するものが違うんで、もしかしたらすごい専門的な、その経でしか使わないような道具が出てくるかもしれないし、でもその経では必ずいるぞっていう道具ですね。そうですね、うん、そういうのをじゃあ写真に撮って見せてみようっていう、写真の中にこの道具はこういうものだよとか、うん、こういう風に使われてるようだったり、うん、結構見た目も面白い感じの記事になったかなって思ってますね。え、佐藤さんはカメラマンをやったんですか？いや、僕は取材される側としても、うん、取材する側としても出させてもらってて、あ、へー、そうですね、一番最初に機械工学系としての鉄さんとして紹介されて、鉄さんは佐藤さんなんですか？あ、そうなんです、僕これがだから僕のカバンの中身もこれ写真があるんですね。そうですね、だから今ラジオ聞きながら開かれると僕のカバンの中身が、うん、そう実際、うん、見ていいものだけ 見せてくれてますのでね、安心してご覧になっていただきたいなと思います。だってこれ財布とかないじゃないですか。まあまあそうです、結構そのいっぱいあるだけ写真載せちゃってもごちゃっとしちゃうんで、うん、結構その K の特徴だったり、うんうん、あ、こういうものも入ってるんだなみたいなのだったり、うん、見た目が可愛かったりとか、そういうものを選んで結構写真撮ってますね、うん、映えるもの、そうですね、はい、僕はまあちょっとあの面白いものないんですけど、教科書だったりとか建築都市システムが、あ、面白そうですね、そうですね、結構そのそもそも建築の K の人っておしゃれな人が実は多くて、うん、いや佐藤さんも十分おしゃれですよ。 ありがとうございます、はい、でも分かる、建築系ってなんかおしゃれですよね。そうなんですよ、うん、おしゃれで、で実際じゃあおしゃれな人のカバンの中身はどうなんだろうなっていうことで、うんうん、気になる、見てみると、る、うん、実際可愛い感じの道具が結構、うん、カバンがまず結構僕好きで、うん、で中身開いた、本当だ、リュックタイプのバッグで、そうですね、はい、全体的に色とかこだわりがあるというか、まとまりがあるんですよ。確かに
他の系の人と違いますよね。そうなんです、うん、しかもこれ後ろ向きじゃないですか、一人だけ。その辺もちょっとこだわりを感じますよね。そうなんです、だから系の特色がこの持ち物の種類だけじゃなくて、うん、見た目とかそういうところにも出てる、その写真で語るからこその面白さっていうのが結構あるんじゃないかなと思ってますね、うんうん、そうですね、文字もですねちょっと手書き風なフォントを選んでまして、すごくポップな感じに仕上がっております。はい、社交辞先生、こういうあの、はい、個性的なページを学生さんたちが構成してくれてるんですね。はい、はい、そうなんです、もう生の技科大生の皆さんの感じを感じてもらえると思います。こういう企画っていうのも学生たちがやりたいって言って、はい、そうですよね、あの広報サポーターの皆さんが、うん、こういうポートレートっていうのはどうでしょうかっていうことでこう立案していただいて、うん、あ、素敵な企画だっていうことで今第2回目が、はい、見れるということになってます。というのをだいたい年に2回ぐらい、はい、じゃあ、 あのこれで3月1日に最新の第155号の広報誌天白がウェブで出ましたけれども、はい、じゃあ156号を目指して今準備してる感じ。そうですね、はい、はい、まだ全然ですか。そうですよね、まだ全然ですよね。いや、もうこれからも次の特集とかね、あの次のポートレートとかぜひぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますので、はい、頑張って広報部会の事務の皆さんと教員と広報サポーターのみんなでこう頑張っていきたいと思います、ね、同年代の他の学生さんたちも気になるでしょうし、全然違うジェネレーションの人たちも今時の大学生、しかも技科大生ってどんな風なのかっていうのを生々しい写真でね、はい、ご覧いただくのは大変面白いんじゃないかなと思いますね。ということで、先頃3月1日に出たばかり、技科大の広報誌、その名も天白、そのまんまですけどね、住所が書いてあるタイトルになってますけれども、ね、出ましたので、広報部会員の社交辞先生が選んでくれました学生の広報サポーター4人お迎えして見どころを伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、これ今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました技科大広報サポーターの業界用語は天白。技科大が年2回作成発行している広報誌です。155号が3月1日水曜日にオンライン版で発行されました。今号は特集技科大生の今、技科大ポートレートの記事作成を広報サポーターが担当し、取材から撮影、原稿作成、デザインまで学生が主体となって行いました。部屋に入れば天井からは幾本ものケーブルが垂れ下がり、テーブルの上にはさまざまな工具が転がる。少年が目をキラキラさせるワクワク研究室がこの春定年を迎えます。次週3月18日の天白の城は技科大名物教授の退職インタビュー、計測工学がご専門、電気電子情報工学系穂積直弘先生に聞きます。お楽しみに。